今の調子は、社会人大会もミスなく終えることができて、順調に仕上がっています。世界選手権に向けて、チームとしても最高の仕上がりになっていると思うので、まずは怪我をしないで試合本番を迎えて、そして皆さんにいい演技が見せれるように、頑張りたいと思います。